藤尾茂は昭和中期のプロ野球選手。兵庫県西宮市の代々司会を開業する家の男三人兄弟の末っ子として生まれる。長兄は小2回で、次兄は司会で、父親は藤尾、下界にする希望を持っていたという。実家は甲子園球場から徒歩20分ほどの場所にあり、球場の声援が家まで聞こえたが、藤尾自身は小学生の頃から、 巨人ファンであった。小学校時代から中田正宏とバッテリーを組み、1950年に、ナるト校に揃って入学。1951年の春の選抜では6番打者、三塁手として出場。決勝に進出するが、ナると校に9回さよなら逆転負けを喫した。一年上のチームメートに、山田聖三郎、鈴木武史がいる。 翌1952年の春の選抜では、正捕手となり、準決勝に進出するが、またもナルト校に敗れる。この大会では1試合で6度の県制投塁差しを記録して、高校生ベストナイン捕手に選出された。高校卒業にあたって、ほぼ全球団から勧誘を受ける。読売ジャイアンツからは監督の水原茂が、藤尾の実家を訪れて、 大学進学を希望する両親を説得し、結局藤尾は一番好きだった巨人を選んだ。1953年に巨人に入団すると、新人ながらアメリカキャンプに抜擢される。しかし、当時巨人の正捕手にはこの年から3年連続でベストナインを獲得する広田淳がおり、藤尾も広田を見て到底レギュラーになれそうもないと感じていたという。 二年目の1954年からベスト9保守であった広田淳の控えとなる。1955年には51試合にマスクをかぶって打率。286と広田を大きく上回る成績を残す。さらに、同年の南海との日本シリーズでは、巨人が1勝3敗と追い詰められた第5戦に、広田に代わってマスクをかぶって3番に抜擢され、初回に、 先制3点本塁打を放つ活躍で巨人の日本、一に大きく貢献。藤尾はそのまま保守のレギュラーポジションに定着した。翌1956年開幕当初こそ、広田と併用されるが、4月からは、レギュラー保守の座をつかみ、5.6番を打って、打率、276、14本塁打、打点58を挙げ、3部門ともリーグ5位以内に入り、 オールスターゲームにファン投票で選出されるとともにベストナインも獲得した。1957年は監督の水原と投手の堀内賞とともにブルックリンドジャースのベロビーチキャンプに参加する。若い藤尾と堀内の発ツ,ツとした動きを見てドジャースの副会長のフレスコ・トンプソンはこの二人の日本人選手を我々のチームに加入させたい。この二人なら きっと立派なメジャーリーガーに成長できると思うと、しみじみ語っていたという。この年も前半戦は好調であったが、8月25日の阪神戦で満員の観客をバックスクリーンに入場させたことから、阪神の渡辺正造のシュートを避けきれずに顔面に支給を受ける。このアクシデントにより、約1ヶ月戦列を離れた上に、後遺症から投球に腰が引けるようになって調子を。 崩して、105試合の出場に止まり、打率も、256と成績を落とした。1958年は、外角球に対して逆らわずに、右翼へ打て、との川上哲次の助言を受けて、死球の後遺症によるスランプを脱す。6月下旬の対広島カップ戦で、備前吉尾から、左後頭部に死球を受け、後遺症で、 右腕が痺れるようになり、投類を許すようになってしまったが、以前のように投球を怖がることはなかった。シーズンでは打率、283、11本塁打、58打点と、好成績を残す。また、この頃より、インサイドワークについても、格段の進歩を示すようになっていた。この年も、投票総数153票のうち149票の、 圧倒的な支持を集め3年連続のベストナインに選出された。同年のシーズンオフになると、球団社長の品川市警が、週刊市場で、インサイドワークに優れる森正彦を正保守にして、藤尾野手にコンバートする考えを書くなど、週刊誌や新聞で、藤尾の外野手へのコンバートが取り沙汰されるようになる。この頃、日本一となった、西鉄監督の三原治による、 三原監督の選んだ日本最強チームという週刊誌の企画で、三原は藤尾とパリーグで3年連続ベストナインに選ばれていた野村克也を総合力で互角と評価しており、藤尾はまさに日本一の名手とも見られている状況であった。翌1959年正月に監督の水原茂とヘッドコーチの川上哲次から外野手転校の打診を受ける。 藤尾は断ろうとするが、水原と川上からの説得を受けて、しぶしぶ承諾する。第二保守の森の成長に加えて、藤尾の肩、足、打撃を活かして、センターラインの守備を強化するためのコンバートであった。春のキャンプで、藤尾は外野の守備練習に取り組み、オープン戦では保守と外野手を掛け持ちする。 開幕戦では保守を務めるが、第2戦以降は中堅を守り、5番打者としてクリーンナップを打った。しかしこの年も、藤尾は保守として36試合に出場し、オールスターゲームファン投票の保守部門で1位になると、共にベストナイン保守にも全154票中の2、3以上となる104票を獲得して選ばれた。 打撃を生かすためのコンバートであったが、打たなくてはならないとの意識が力みを生んで夏場にスランプに陥り、打率は264に終わったが、チーム2位の70打点を挙げた。1960年は開幕からハイペースで本塁打を打ち、5月28日には早くも10号を、花地リーグのトップを改装する。しかし、6月から極端なスランプに陥り、 終盤に、左足首の捻挫で戦列を離れるなどもあって、6月以降は5本しか打てず、結局打率、245、15本塁打、54打点に終わる。1961年には、川上新監督のもとで首相を務め、保守に復帰するが、この頃より、急激な打撃不振に陥る。同年夏には、逆転本塁打を打たれた。 伊藤義明を投手コーチの別所武彦が失責しようとしたところをかばったことが首脳陣批判と取られて罰金の上に首相を剥奪されるなどもあって89試合の出場に止まる。1962年には急激に出場機会が減少する中でなぜ藤尾を使わないのかと調べ回っていた新聞記者に対してある首脳陣が藤尾はインサイドワークが悪いと漏らす。 そのため、マスコミに、藤二は、頭が悪いとの表現で権限されてしまい、藤二は、精神的にも、不安定になり大きく、調子を崩した。追い打ちをかけるように、同年6月27日の阪神戦で左翼の、守備時に打球を追って、右鎖骨を骨折して3ヶ月間出場できず、治癒後も、強権を誇った右肩がすっかり弱ってしまった。1963年は、 春の宮崎キャンプで前年度負傷した右肩を再び痛め、6月後半にようやく一軍ベンチ入りする。出場は25試合に止まったが、同年19勝を挙げて、沢村賞を獲得した伊藤義明とよくバッテリーを組み、伊藤が挙げた勝利の約半分の9勝が、藤尾がマスクをかぶった際のものであった。1965年には公式戦出場のないまま、 シーズン終了後に現役を引退した。引退後は、金融業、不動産業への勤務を経て、1977年に、ゴルフ用品を扱う上山実業に入社。また、サラリーマン生活の傍らで、西宮市にある、スポーツクラブのナルオクラブの館長を務め、休日に、小中学生に、野球の指導を行っていた。1987年に、 京都府の総合リゾート施設、レイクフォレストリゾートの理事権支配人に就任した後、三重県鈴鹿市のゴルフ場、鈴鹿カンツリークラブの副社長を務めた。保守にして、俊足、長打力のある打撃、強権、そして闘志溢れるプレーから、戦後の巨人軍最強の保守、吉原二世という評価もされている。前世紀には、西鉄ライオンズの監督、三原治が、 雑誌の企画で日本最強チームを選定した際、保守には打撃で勝る野村克也を押しのけて藤を選んでいる。また三原は藤尾と野村を比較して守備面と回転力では藤を打撃面では野村、総合力では互角と評した。機敏な動作、強権かつ正確なスローイングでバント処理にも非常に優れていた。打撃ではアッパースイングのフォームで 左投げ投手を得意とし、特に、金田正一、近藤正俊をカモにしていた。一方で、秋山登る、杉浦正などのアンダースローは苦手とした。ありがとうございます。